はよー。お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 はよー。今日は今かな。そんな言い方してないですけど。はい、誰言って。はい。Hello, good morning. So, you guys gotta go、pack some clothes because tomorrow we're going to Atlanta. Oh! For a couple days. Oh! Wait! Couple days, so I need you guys to pack a suitcase with clothes and stuff. And yeah, so.What the world? ただ今仕事からバタバタ帰ってきて、yes. でまたダダが運転する。なんと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 今回秋休みでアトランタにお泊まりします。どうですか、楽しみ。イエイ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 で、アメリカに引っ越してさ、移住して初のお泊まりの旅行じゃない？いやね、してないよね。ねアトランタで、てかちょっとめっちゃお腹すいたね。 Yeah, we gotta stop and get some food. ということで、旅行しちゃいます。イエイ。ちょっとアトランタ行ったら何する？何がしたい？キヨンリヨンには言ってたんだけど、とりあえずミュージアム、絵のね、アートミュージアム行こうって言ったね。アートミュージアム、うん、いいやろ。わぁ、シュー。今日ホテルでちょっと勉強しようっつって、アートの勉強、アートの勉強。What can I learn from art? Hey! Look at it. Oh, I know way. No, it's color. It's faces. It's beauty. Hello? Hey, I don't know about no art. Strap it down. なんかダダの荷物、仕事の荷物がちょうど私たちが今行ってる時に着くらしく、それを乗せたまま。アトランタまで行くっていう。でも大丈夫。多分。間に合うとかいな。Let's see. If we leave at 7 Atlanta time, 8, 9. What? Oh my god. It's okay. でしょ。Hold on.Making your own way. 早く行かないと気温
燃料。気温です。さあ、今どこに向かってますか？アトランタ。え？アトランタ。ホテル。アトランタのどこに向かってますか？ホテル。ただホテル？あ？I hope it's a hotel. Back in the truck. We're gonna sleep in the back of the truck. Oh my god. 今ホテルに。今ホテルに向かってないよ。え？チャンチャン。We gonna sleep in the museum. ダダダダ。空港に行ってます。え？ That's suspicious. 空港に。エアポートに行ってます。That's suspicious.エアポートからどっかに行きます。アトランタじゃないです。アトランタじゃないです。日本じゃない。アメリカです。ナバダ？ネバダ？どこもネバダ。ナバダ。ネバダ州に行きます。ラスベガス、ラスベガス行きまーす。ラスベガスに行きます。ラスベガス、インフォメーション、I keep crosses。 そこに3か4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 日間泊まります。京都 4 days 4 nights。ベガス。嬉しい人。マヨ。いつもこうやってギリギリよね。いつもなんか走りようよね。楽しみ。20分前に、出発の20分前に着きました、やっと。乗るべ。ベガスは10時40分ぐらい。すげえ。うん、そう。はい、コネクティングルームでございます。キヨンリオン、こっち一緒。嬉しかろう、自分たちの部屋。いいね、いいね。ほら見て、今朝の6時過ぎだけど、こんなにピカピカしてる。そんなにピカピカしてる。すごいね。すごいね。やっぱラスベガスすごい。ラスベガスすご。ラスベガスすご。ここで今日は遊びます。はい。おお。どう？あん中なんだ。そう、この中に遊園地が詰まってます。はい、うん、そこにローラーコースターあると。うん、あ、真ん中にあるじゃないと、あのなんかこうやる光が、うん、ニーナ乗る。で、向こう側にプールがあってスライダーがある。あ、スライダーニーナやる。子供たちはもう遊びたくて
6時なのにもう起きまくってます。ダダ一人寝てます。なんでラジコンとか持ってくると大体どんな荷物よ。小さかったけん。ここはなんかめっちゃラスベガスで人気のステーキハウスらしい。めっちゃ美味しいらしいよ。あった。どこ？これはドーナツ。ドーナツ。すごい。クリームがないチョコレートのやつある？クリームがないチョコレート。さあ食べようかね。いやいや、おはようございます。いろいろうろうろして、本当はマックを買いたかったけど空いてなく、まだ。しかもなんかあのいい感じのなんかあのフードコートみたいなのも今あったのをリニューアルしてるんかな。なんか金曜日にオープンらしくて、私たちは土曜日に帰るから金曜か土曜にそこに行けたらいいなっていう。食べます。クリスピークリームしか空いてなかったんで、うん、とにかくコーヒーが飲みたいじゃん、うん、ねあ、これどんどんハゲてきた。これやば、これ家から持ってきた。これプールも見てきたね。ねスライダーいっぱいあったよね。うん、めっちゃだからね。なんで今回ここにこのラスベガスにしたかと言いますと、まあ、いろいろ調べてたんだけど、私勝手にラスベガスってなんか高いイメージ、なんか大人の場所みたいなさイメージあるやん。私もあんまり調べたことなかったけど、もう子連れにはなんかラスベガスってねって思ってたんだけど、いろいろアメリカのねいろんなところを調べてたらさ、ラスベガスってカジノが中心だから、まず泊まるホテルがめちゃくちゃ安いっていうのを知って、そこにまず惹かれた。カジノでお金を落としてもらうためにホテルはめちゃくちゃ安くしてるらしいっていうのを知って、まずあめっちゃいいやんと思って、でしかもなんかその一番のメインのストリップストリートがメインなんだけど、ここの中に結構いろんなものが凝縮してて、結構その子供が遊べるようなあの絶叫マシンとかなんかいろんなものがあったんだよねっていうのも一つ、コンパクトに行けるっていう。で最終的このホテルに決めたのも、このホテルはサーカスサーカスっていうとこなんだけど、大きい屋内の遊園地にすぐ行けるっていうのと、サーカスが無料で何回も見れるっていうのと、スライダーのプールがあるっていうのと、あとまあなんといってもめちゃくちゃ安いそう。ただまあここに来るまでにラスベガスのめっちゃきらびやかな、もう4つ星5つ星のホテルを通ってくるから、まあ、そこを見た後にここに来るとちょっとあれみたいな、庶民的だなみたいな感じになるけど、まあファミリーで来るならいいかなっていう。次は夫婦だけで大人だけでも来たいなと思った。でもなんかラスベガスアラバマより寒いんですけどね、めっちゃ寒いよね。まあいろいろとこれから遊んでまた動画撮っていきたいと思います。ではちょっと休憩して遊びに行きまーす。さあそろそろ行こっかねアホやろ。でもう一回して、もう一回して、もう一回して。グラブミボイ。ダメ。くだらない。ニーナのベッドに。くだらない。
では今から、このホテルについてる遊園地に行ってきます。来ましたぞよ。長楽しいじゃいいの。嬉しい、うん、あやっぱ40過ぎに 4D はきついよね。だだでも思ったより大丈夫やった。だだもうダウン。もう終わり。元気な今。頑張れ。頑張りましょう。これ何？何これ、すごくない？今からご飯を食べに行きます。めっちゃお腹すいた。ホテルから出て
食べ行きます。ちょっと歩きます。そうやった、今日歯ブラシしてなかった。歯ブラシもか、あ、歯磨きしてなかった。歯ブラシも買わないかけん、ねね、どうやった？よかった、楽しかった、うん、またあのタワーの絶叫も乗らないか、ね、絶対行く、絶対乗りたいやろ、あれめっちゃ怖そう、あれ絶対怖いよ、来た方がいいんじゃない、うん、ね、だけど遠いじゃん。お前うせえな。今日はいろいろ外を回った結果マックになりました。マック、でもマックも高いっていう、なんでマックが高いって、ただのセットで10ドル以上する、1個のビール10、すごいね、すごい、やっぱラスベガスや、ね、やっぱラスベガスや、うん、あなたはラスのベガスや、何食べる、疲れたね、みんなもう疲れ切ってます、疲れ切ってますけど、明日は楽しくて、マック待ってます、朝は楽しかったけど夜は大変でした、疲れました。なんかね、あのホテルのステーキ、あのめっちゃ有名なステーキ屋さんがそのホテルの中にあって、そこに行こうかっつって言って行ったら、値段見たら超高い、一番安くて50ドルぐらいで、ダダが食べたいやつはいくらやった？8000、9000円ぐらい、9500円、怖い怖い、それのそれで5人で食べたらいくらになるとっていう、4万5000円、怖い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 、もうやばいやばいやばい、もう明日から何もできなくなる。ベガスがめっちゃ高いと、ああのテキサスロードハウスが食べたいわ、あ、取ってこないか、よし、じゃあお部屋に戻ります。マックのストロベリーバナナスムージー、ママの一番大好きな、あ、これ美味しい。デラックスパイシーデラックスクリスピー、どうも、遊べたね、ねえ、どうやった？美味しかった、あ、え、すぐ周り終わるかと思ったら結構乗り物あったよね、うん、どれがあの中でどれが一番面白かった？あのゲローのやつ、しかもさ人が少なくてさ全然並ばんでさ、うん、一回も乗るんねえ、ダダとニーナは向こうの部屋でテレビガンガンにかけてるから、ママこっちに来て食べてます。いや、すげえ分かったことがある、うちさテレビがないけんさ、それに慣れてしまって家の中がテレビの音がずっと聞こえてるっていうことがないわけだから、この部屋のテレビをずっとつけっぱなしにされてたらもうめちゃくちゃイライラする、なんかもう雑音、そうだけどこのねついてないこの感じがめっちゃ落ち着く、テレビがある時はもう慣れててそんなこと全然思わなかったけど、もうテレビが一切ない生活をもう1年以上続けてるから、1年半以上あの集中して見てるときはいいけど、じゃなくてなんか私が見たくもないのにテレビがこう ずっとついてる感じ、めっちゃ耐えれん、すごい、もう足マッサージに行きたい、何よりも。ということで明日も予定満杯でございます、はい、満杯、ね、満杯、あと明日と明後日でやりきらないからね、ということでまた明日、バイバイ、バイバイは、バイバイ。